操業停止を言い出す。実は韓国は中国に対して影響力を行使してくれと、北朝鮮に対する影響力を行使してくれと韓国は何度も要請してました。これに対して中国はですね、そうは言っても韓国は自分たちではそのケソン工業団地でね、経済協力をやりながら北朝鮮に利益を与えてるじゃないかと、こう言って反論され、今では選挙権が18歳に引き下げられる。表現でですね、これ利上げについては慎重にやりますよ、まあ、ここまでは想定内だったんですが、役員の方から利下げはないのかと、いやそれはないよと言います。ここまでのやり取りが出てくるほどですね、地合いが悪いのかなということですね、まあ、これが非常に印象に残りましてですね、そういう雰囲気がちょっとこう短期筋の前に拍車をかけているのかなという感じはします。休み明けの明日の東京市場ですけど、どういった動きになりそうでしょうか。はい、これだけ急激に円高が進みますと、当然、まあ、日本株にはですね、逆風になることは間違いないわけで、まあ、次の水準としては、まあ、日経平均で言えば、まあ、1万5000円の攻防ですね、まあ、こういったことが焦点になってくると思うんですが、まあ、一方でですね、まあ、ここまで下げが急ピッチできますとですね、まあ、かなりその水準的にいいところまで来てるなというのも事実なんですね。今こういろいろ投資指標が出てますけども、まあ、明らかに売られすぎよというシグナルが、まあ、いろんなところで発信されているんですね。で、あと私が一番印象に残りましたのはそのマイナス金利導入後に急落している銀行株なんですけども、サンメガバンクのこう今出てますけど PBR の株価純資産倍率が揃って0.5 を割り込んでいる状況なんですね。でこれはあのアベノミクス相場が始まる前の2012年の10月にも 0.5 割れというのはありませんでしたから、かなりマイナス金利の影響を織り込みすぎているのかなというような印象すらあるんですね。買い取り回りが 5% を前後ということを考えますと、ちょっと行き過ぎているかなという感じなんですが、まあ、ただですね、こう相場格言で落ちてくるナイフは掴むなというものがあるんですけども、やっぱこう下げの勢いがあまりにも急な時というのはですね、やっぱちょっと落ち着くまで待ってから動いた方がいいよという、まあ、そういう格言なんですね。ですから、まあその落ちてくるナイフが地面に届くのがですね、まあ、日経平均で言えば1万5000円なのかどうか、まあ、その辺が焦点になると思いますけども、はい、私はそんなに遠くないと思いますので、まあ、もう少しの辛抱かなというふうに見ております。ここまで急速に円高が進みますと、例えばその円売り介入ですね、こういったものがあると考えてよろしいでしょうか。そうですね、閣僚からの口先介入は多分明日相当出てくるとは思うんですけども、はい、実際にその円売り介入となると、やっぱり国際的にもですね、まあ、通貨安競争みたいな批判を招く可能性がありますので、なかなか実現は難しいかなというふうに思うんですね。はい、まあ、そうではなくて、むしろこう、例えば年金とか、ゆうちょ、かんぽ、このあたりのですね、まあ、外貨建て投資ですね、まあ、これをかなり前倒しで一気にやるというような政策を取るとですね、まあ、これは円安要因に働きますので、まあ、そういう、まあ、絡めてというかですね、結果的に円安につながるような政策、対策、こういったものをですね、まあ、政府も、まあ、多分何らかの形で打ち出してくると思いますので、まあ、格差対策も含めてですね、まあ、このままの状態で参議院選挙突入するわけにはいかないという認識は政府当然あると思いますので、まあ、今後どういった手を打ってくるのかと期待したいなということですね。山川さんはどう見ますか。なぜ円高がこれだけ進むのかというか、この1週間いろんなエコノミストの方がここに来て解説していただいたので、今日はちょっとおさらいということで少し時間をかけてですね、
説明したいと思うんですが、はい、主に4つの要因があるということを今書き出しました。はい、で1つずつ簡単に説明しますと、まあ、よく今安全資産円という形で円買いになっているということですけれども、はい、これは昨日のニュースで日本の借金1044兆円と出ました。はい、で、まあ、なんで財務省は借金のことばっかりこんなに高揚するのかなという気がするんですけども、うん、普通は個人の信用って見るときは必ず借金とそれから資産と両方見ますので、でちゃんと日本政府というのは資産も650兆円ぐらいあります。それからそれ以外にいわゆる対外純資産というのは、これは民間のものも含めてですけども、これが360兆円ぐらいまずあるで、合わせて1000兆円ぐらいありますけども、さらに家計の金融資産というのは1700兆円つまり外国から見たら1000兆円の借金がある日本なんだけども、全体としてトータルで見たらはるかにその金持ち国じゃないかというふうに見られている。だから今そのこれだけそのリスク回避の動きの中で、だったらやっぱり安全なのは円だというのがまず1点目です。それから2点目というのは、先ほど書きましたが拡大しない日米の金利差というグラフを出してもらえているんですけども、これはちょうど1月29日がマイナス金利導入のところです。はい、で当然その日銀としてはですね、マイナス金利まで持っていくことをしているわけですから、そこでアメリカのその金利と金利差が拡大して、その分だけ当然そのドルの方が利回りが良くなるという、まあ、そういうことでドル高円安になっていくと想定したんだと思うんですが、これ見ていただくと分かると思うんですね。これは黄色の線の日本の方もずっとこう金利下がってますけれども、うん、その間アメリカもものすごく下がってるんです。で昨日 の, イエレン発言で、まあ、よりまた今度はアメリカの金利が下がっていって、この金利差が思うように拡大しなかったというのが2つ目の要因。はい、それから3つ目、これが経常収支のあまりここが語られてないんですけどね、グラフ出ます。経常収支がものすごく勢いで2015年に改善しました。これはまあもちろん原油価格改善したからね、高値はね。